そしたら、どこだ？あ、いた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 。どうも。どうぞ、ホロテープはあなたのものだ、プロクター。中身にそれだけの価値があることを願うよ。ありがとう。それはそうと。まだ体がつながってるようで何よりだわ。何しろインターセプターがどんな効果をもたらすのか、はっきりしてなかったから。ほう。生きてて戻るとは期待してなかっただろう。シグナルインターセプターのような装置は私にも専門外、うん、うまくいけばいいとは願っていたけど、理解の及ばないテクノロジーを信頼するのは難しいよ。理解の及ばないテクノロジーといえば、このホロテープはプロクタークイーンランに渡しておきましょう。何が記録されているのか分かるのが待ち遠しいわ。ほう、弱点が。願わくはこれで奴らの防御体制の弱点が分かればいいのだな。それが最良のシナリオでしょ。結論に飛びつく前にクイーンランのスクライブが何を取り出せたか見てみるとしましょう。インスティチュートが全データを厳重に暗号化したのは間違いないが、解読するのに少しばかり時間が必要だ。そうだね。後で成果を見てみなければ、奴らのメインフレームから奪ったものについては今は何とも言えないわ。ほう。それはそうと、ドクター・リーをスカウトする任務をまだ果たしてないのでは。いやいや、エルダーマックから詳しい話を聞いたでしょ。いやいや、もうスカウトしたよ。はあ、おお、経験値もらえるな。いや、ね、スカウトしたよね。え、とりあえず上行ってアプリ上に行きましょう。マークソンに報告しないと。リーゲットしましたよ。ちょっと早く。クエストでは出てないのかな。ああ、あったあった、これこれこれ。よし、はい、とこ。いや、それ欲しいんだよ。はい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 、わかりましたわかりました。言い方きついよな。いや、きつい女性嫌いじゃないんですけどね。いや、そんなこと言ってないで。はいはい、どうも。ドクターリーが戻るとの知らせを受け取った。うん、君の考えではどれほど的なのか。お、こっちは味方だ。インスティチュートであり、BOS ではないと納得させた。よくやった、ナイトよ。ドクターリーが付き次第、プリドゥエンで彼女を取り調べることになるだろう。この10年間、インスティチュートの影響下にあったのだ。危険を犯すことはできない。ほう。次の問題に入ろう。何ですか？君が偵察の試みを成功させてくれたおかげで、作戦を次の段階に進める機が熟した。なるほど。有効でプロクターイングラムに報告してもらいたい。ほう。早急な対応を必要とする。特別な計画。言わねえな、中身を。今回の悪い印象を与えてはいかんぞ。ほう。では下がりたまえ。経験値がバンバン入るんだけど、ちょっと待ってね。じゃあ、あれ、多分襲撃は、そんな早く襲撃はしないよな、確か。だってレールロードの時は結構ね、インスティチュートを助けつつも最後ね、あの人造人間を脱出させるっていうシナリオだったんですけど、まあ最後ちょっとね、かわいそうなことになってしまうんですが、さあ BOS はどういう感じになるんでしょうか。はい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 、リバティープライム出た。お、リバティープライム、これはちょっと面白いことになってきたな。リバティープライムはですね、あの BO3 じゃねえフォールアウト3で出てくる巨大なロボットですね。あのヌークを投げるっていうね、技を持ってるね。強いんですけど、リバティープライムが出てくるのかな、やっぱり。よし、まあ、そりゃそうだよね、最重要事項だもんね。どうも。確かに新しい計画のために進んで手を汚す君の熱心さは買うわ。汚す。マクソンからどこまで聞いているの。なぜこうも全てが秘密主義なんだ。そうだよ。状況に持ってる資源を全て注いでいるの。ほう。インスティチュートにあえて密告するなんてできない。誰がインスティチュートや。知るものが少なければ少ないほどいいわ。さあ、ここよ。コウモリみたいに目が見えないのでなければ。ん？ターマ君、砲台を作っているのは。何ですか？誰かに気づいているでしょう。マクソンとケルジはインスティチュートに接近する際に状況を変えられるものを探しているわ。
フリドゥエンは大きな獣になるかもしれないけど、戦闘用には作られていないの。そうだよね。ここで新しいプロジェクトが始まるの。なんかパクれないのかな。あ、持ってんだね。成功すんの？成功しちゃうんだ。おーおーおお。そうだよね、壊されちゃったもんね。最新鋭の。おお。リバティプライムは任務中に破壊されたわ。そうそうそう。通りにするのに、ここ数年の大半を費やしたの。簡単だと思うなら、目隠ししてプロテクトロンを作り直してみて。例えが大変なんだ。完全に使えるようにするには助けが必要。はい。問題ない。きっと実際よりひどそうに見えるだけだ。やれやれ。それくらい自信が持てればね。これは簡単そうではないと。はいはい。嬉しいことにプライムの財産が完全に消えた。悪いことに再び使えるようにするにはかなりの数のリベットとスポット溶接が必要。うん。まず問題なのは CPU よ。壊れやすくて給電しようとするたびにヒューズが飛んでしまう。おお、技術的な問題か。修理できる。当然修理できるだろう。単純だったらいいのに。これがプリドゥエンのロボットの一台に残ったら、すぐに核融合炉をスワップアウトするでしょう。それを認めようとしない限り。専門用語やめて。はい。幸運なことに、ドクター・マジソン・リーを説得して、BOS に戻らせることができた。うん。彼女は10年ちょっと前に、リバティ・プライムの初期の建造チームに。そうですね。彼女に話しかけたことがあるけど、なぜかプライムに従事するのを躊躇していたわ。彼女が本気でパワーシステムに手を貸してくれれば、そのでかいやつを動かすことができるのだ。そうそう、懐かしいな。じゃあドクターリーと話す。マジか。え、ドクターリーと話す。ドクターリーこっちいんの。え、早くね。ちょっと待ってよ、待って。ドクターリーだってインスティチュートにいたじゃん。ん、BOS に帰ってきたらもう脱走早くないですか。嘘でしょ。まあまあ、ちょっと行ってみるか。じゃあ本当かな、ドクターリーと話すって出てるもんね。デーサガートリング欲しいな。よし、上に行かないといけないのか。面白いよね、あの帽子。頭とんがってリーゼントみたいになってる。 BOS の全ての兵士に告ぐ。まだ従者指導の任務を割り当てられたことのない者はブリッジにいる私に会いに来るように。ほう。繰り返す。まだ指導任務に割り当てられたことがない者はブリッジに来るように。以上。おお、とりあえず、あ、いるやん。ここでリバティプライムの研究をするように説得してくれれば忘れられる。おお、助けると約束してくれた。確かに言ったわ。ただリバティプライムの研究を求められるという説明はなかった。そういうこと。いざ BOS と共に働くと、どうして同じ間違いを二度もしてしまうのかしら。ボスクダメだ。連邦に何が起こるか気になるから。殺人ロボットを使ってそれをするようになる。BOS の制服を着た誰かがそんなことを言ったら目の前で笑ってしまうわ。言われてみると間違ってない。さすがカフリスマスの高さ。ドクターイングラムにスクライブを準備するようになって、リバティプライムをオンラインに戻すにはかなりの研究が必要だけど、やりとりに頼むぜ。じゃあイングラムと話さないと。おお、60か。これ結構強いんですよね。あ、これ使っていいんだね。こっちも、こっちはダメなんだ。そしたらまたイングラムだ。話しに行くの。もうお使いだな。お使いが多いな。指令で一回外出ちゃえばいいんじゃないかな。あ、違う、ただのドアか。あ、バクソンじゃん。はい、任務に戻れ。
マクソンのパソコン見たら怒られるのかな。見れて、見ていいんだ。リバティプライム普通に書いてあるし。これはパラディン・ハドソンの話。こんなあ、ね、内部ネットワークだから見ていいのか。この辺は撮っちゃダメ。これも撮っちゃダメ。これも撮っちゃダメ。あらら、スリできないのかな。近い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 。コーナーに追い詰められたよ。はい、行きます行きます行きますよ。行けばいいんでしょ。せかすな。とりあえず下のパーマお姉さんに話してくればいいんだね。よし。なんだなんだ。フリーフォールアーマーがあれば上から落ちても大丈夫だからいけるんじゃないかな。やってみます。結構ね、絵としては怖いんだけどね。よっこいしょ。はい、大丈夫ね。前回はね、これで2回か3回死にましたけど、今回は大丈夫でした。よし。これもレーザーガトリング。いいな、欲しいんだよな。おい。あれ、どこにいんの？おお、途中ももうできてんじゃん。よいしょ。あ、どこ？あ、いた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 。おい。プロクター・イングラム。順調なスタートね。ほうほう。そうでしょ、ドクター。そうね。クライマーメモリーコアへ。あ、リーもういるやん。みんながもう少し気にかけてくれればいいんだけど。幸いなことに損傷の修復は可能よ。カフカをかけなければ CPU コアに電力を流せるはず。ほう。みんなが邪魔をしなければね。怖いこと言うの。彼女は可愛いわよね。申し訳ない。申し訳ない。悪い方かよ。ドクターリーが怒るのも無理じゃないわ。プライムの当初は設計者の方が良くしているのは良くなっているのか分からないわ。ほう。研究はとても順調に進んでいるので、アクチュエータの建造を開始してもらうつもりなの。アクチュエータって何？専門用語やめて。実はとても簡単。アクチュエータはリバティプライムの腕や足を動かせるようにするもので、プライムの新しい手足は従来の単純な配送エステティストのために実施できて思い、それらを調べ上げて電磁石を使った新システムを構築し、彼の手足に実装しないと。とりあえず動けるようになるのね。代わりにアクチュエーターを建造してもらうことよ。もうアクチュエーターが何なのかは知っているようだけど、作り方を知る必要があるので。ほう。これが計画書と材料表。バレた。何ですかそれは。見つけるのに一番いい場所は連邦周辺にある荒廃した病院。またバイオメトリックスキャナーとか言わないでよ。必要なハイパワーの磁石の残りを見つけるためにすでに数チームを送り出したの。あなたが戻るまでには戻るはずね。一旦各手足に一つずつ必要なアクチュエーターの建造を開始して、4つ全部で4つ建造しないといけなくなる。へえ、幸運を祈る。高性能マグネット4つ見つけてこい。このパソコンは何か使えるのかな。オフライン作業報告。お使いですよ。そんな顔しないでってそこまでバレちゃったよ。いや、行きますよ。行けばいいんでしょ。行けば見つけ出す、見つけ出す。ああ、
まずは嫌なところだよ。あ、でもちょっと待ってよ。あー、行けばいいんでしょ、行けば。もうね、ここの病院はね、もう最近行ったばっかりだから、あるでしょう。ござってください。いやー、またスーパーミュータントってやるの？しんどいわ。Always 抜けこぶら。この番組は日本抜け国意してはいません。大丈夫か、はい、もういないでしょ敵だって、うん、プロフィールなだけ。プロフィールはいつもいるよね。よし、もう敵いないんじゃないかな。リスポーンしてんの、まさか。伝説を用意しろ、伝説を。レジェンダリーのクリーチャーに出てきてほしい。いるのかい。リスポーンしてるよ。やめて。そうだ、これ何、これ下か。やだな。何もないですよ。これ下か、今度は。ほら。あ、ちょっと、ちょ。国さん、乗ってください。乗って、はい、オッケーオッケー。はい、閉めますよ。動物をカゴの中に入れるみたいな感覚だったら今。お、このフロアのようだ。クリア、クリア。ここ？え、ああ、裏か。回っていかないといけないんだ。前回はね、下には行ってないんでしたっけ？でしたっけ？あなたがプレイしてるんでしょって話。ここじゃないよね。あ、むっちゃ敵。ああ、ここはでも通ったな。ここからじゃなくて、ああ、なんかここで聞いたよね。いたけど、なんかね、ここまで倒したのは覚えてますね。これじゃない。ああ。あららら。こんにちは。何事かもなかったか。なんで高所になってるの俺。え、上か。ね、うーあたり。え、エレベーター。あくれる必要はない。あれ、めっちゃ挑発されてるけど。ね、ちょっと待って、どうやって行くの、あそこ。こっちからじゃ行けないんだよね。めっちゃ走っちゃってるけど、ここでもないし、ここからでもないし、これいけないし。え、どこから行くんですか。俺もな、同じ過ちを繰り返す。こっちから行けまて。ダメだね。こっちからもね、ああ、こういうもの。マイクロスコープお前間違えちゃったんだけど。ボーン買った。ああ、まあちょっとあっちのね、エレベーターね、乗ってみましょうかね、じゃあ。よいしょ。暗黒。もういいや。置いていこう。よいしょ。ああ、いるね。あ、やべ。危ね。普通に外した。今度は下なの？ごめんなさいね。ちょっと待った。すいません、今ね、鼻を噛んでたらね、コントローラーを置いた瞬間にフラグを発動した。おお、なかなか。はい、ごめんなさい。なんかいい感じに重なったな。仲いいね。なんでもないようなことに驚いた。あれ、これで下、あ、こっちから行くんだね。なるほどね。左見て、右見て。私のために死ぬな。
ああ、全然歯応えがないですね。伝説来てくれ。伝説を倒したいんじゃ。これはトラップでしょ。どう見てもトラップでしょ。なんで触れないの。なんで触れないの。これ撃ったらどうなの。あ、ダメだ。よいしょ。あ、どうもいらっしゃいませ。おー、普通にある。よし、ちょ、とりあえず見つけに行かないと。お、今日すいません、18禁です。今日はね、この病院からお届けしております。よいしょ。ここさっき来たことないくない。あ、ここはあれ。あれりりりり、ちょっと待って、こっちいるよね、敵たちか。あ、でももう倒してあるか。これただのトイレで行け。あれー、もう間違いなく敵はいるんだけどな。敵はいるし、下にこのエレベーターで行って失敗して、今上から飛んで、またそれでも失敗して。ハンコクとも別れてしまいました。ちょっと待って、待って。はいはい。あ、上行ってないのか。よし。これで奥行って、おお、びっくりしたもん。焦るわ。あ、落ち行きの。この高さにあるんだけど、行けない。で、しょうがないから、このエレベーターを使って、ハンコクはこのエレベーター嫌いなんだな。あ、やべ。すまん。いやですね、悪気あったわけじゃない。で、ここ切って、おぉ、クワンタム。これはもらっていこうね。非常に貴重なクワンタムちゃんですね。あ、こっち、じゃあ、さっきこっち来ちゃったから、ちょっと別の選択肢行こうと。なんか、綺麗なスーツ系かな。ガチャリンコっと。そんなこと言う人今いないか。こっち行けんの？行けないやないか。ちょっと待って。あ、どうもどうもいらっしゃいませ。よいしょ。ここ下っていくのはもう絶対、あ、もう37で。で、これで同じ高さではない。ではない。こっち行けない。ボタン押せ。押せない。ね、もうちょっとボコボコにしてありますけど。なんだこれ。ハッピーハロウィン、あ、ちょうどね。ハロウィンだったの。お、ジャングルザムーンモンキーもらっていこうね。あ、なんかあった今。よいしょ。あ、木のボックスにトラックか。興味ない。こっち？あ、こっ、あ、どうも。ちょにしいな。よし。一上がり。ちょ。リリ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 リ。野球みたい。野球のランナーみたい。ああ、もう、ほらよ。もういっちゃう、もういっちゃう。よいしょ。はい、一上がり。よし、うん。せこい戦い方でした。ごめんなさい。ねえ、お金。電気消しといた方がいいな。おーおーおお、あらぶる骸骨。いつから君たちの仲間になったんだ、私は。新米じゃねえし。またエレベーターか。結構奥まで行かなきゃいけないんだね。あ、目の前だ。うわ、嫌な予感する。むっちゃ嫌な予感する。ちょっと待って。
ドーン。ああ、怒ってる怒ってる。ごめんね。またか。よいしょ。はい、スリー。ここやだな。ここイベントのところだよね。危ね危ね。よし。お、スリーバック2つ。ありがとう。なんかね、いらないな。お、たくさんアイテムがいただきます。いや、そんななかったよ。あった。ないんかい。やっぱ前来てるデータがちょっと残っちゃってるな。これコンバットライフル、スナイパーライフル。ここにあるのかな。ほら、やっぱり。ほら、前倒した形跡あるもん。うん。ああ、これ、ここにあるのね。高性能マグネット。いや、前回収しとけって話だな。電磁アクチュエーターを作る。4つ。またお使いだね。またお使いだね。しょうがない。行きましょう。レジェンダリーが欲しいんですよ。まあしょうがないよ。もうね、おお。もうなんか絶対楽しんでるでしょ。なんかもう期待通りのリアクションしてる自分が悔しいけど。このタイミングで言ったら絶対ビビるだろうね。やめてほしいわ。ね、そんなくだらないこと言ってる、言わないで。これ言って、あ、これで、あれじゃない、元ルートじゃない。これ出れるね。オッケーオッケーオッケー。オッケー。はいはい。はい。さあ、着いた。電磁アクチュエーターを、はい。そうだね。よし。ん？あ、え？壁一枚で裏の何？ちょっと待った、ちょっと待った。ワークショップで作るんだよね、やっぱり。作りますよ。よっこいしょ。よし。はいはい。はい、で、特殊なのかな？これか。めっちゃ使うな。これでいいのかな？アクションってなんだろう？何も起きない。これでなんか進んだようなんで。よし。オッケーオッケーオッケー。この人じゃん。本当ですか？お、D に話せばいいの？あ、違う違う、イングランド、ね、イングランド。全部で4つのアクチュエーター。作った作った。引き渡し完了。はい。いい仕事ぶりね。予定通り。クライムの基本機能の回復が完了した。準備完了よ。お。すぐに動けない理由を組織に説明するのが難しくなってきて、スクライブがアクチュエーターを適正な位置に設置すれば、彼の腕や足のインストールもすぐ終わるでしょう。うん、そしてそれが新しい任務になるわ。間もなくクライムは歩いたり話したりできるだろうけど、最後の重要な要素が欠けているの。核爆弾。なんで？それがなかったら攻撃システムがピーク容量で動作しない。なんで？問題ない。問題にはならない。どこにあるか教えて。お使いだろ。え？プライムの爆弾パッドはマーク28核爆弾用に装備されているわ。ほう。同じタイプの爆弾が最終戦争中に爆撃機から投下された。ああ。連邦は空軍の主要な集結地だったから見つけるのには苦労しないだろうと思っていたわ。しかし到着して以来、偵察部隊は一つも爆弾の位置を特定できていないの。問題になるわね。満載の核爆弾パックがなければ、プライムはインスティチュートと戦うための射撃能力を保有できないのよ。ほう。その通りだ。もちろんその通りよ。しかし希望を捨てるよりむしろ、実際ここには希望の兆しがあるの。どうすんの？ドクタークイーンランは核兵器の保管庫として使われている軍事施設に関する記録を探したの。これにマーク28の備蓄が含まれているのはほぼ間違いないわ。どこ？問題なのは
その施設が輝きの海のどこかにある。あ、このタイミングで輝きの海にいるんだ。はあ、かなり確実とはどういうことだ。そこにあるのかないのか。輝きの海は大量の放射能を浴びていて、環境を呼ぶ測定値と偽陽性を示しているの。これに関する記録を信頼するしかないわ。スライブヘイデンは輝きの海の辺境に通信地点を確立したわ。核爆弾を見つけ次第、航空機で運搬できるように、まずはそこに行って信号のプロトコルを確立した方がいいわ。あなたが戻るまでに、プライムを起こしてこんにちはと言えればいいのだけど、幸運を。とりあえず輝きの海に行けってことですね。